よし。そうしたら、私はこれから朝練に行ってきます。疲れたよ。帰ってきました。帰ってきました。ちょっと待って。あのさ、ちょっと久しぶりにビデオ回してるから、普段一人で話して一人で笑うっていうのは慣れてるんだけど、ちょっとまたシャイになっちゃって、カメラシャイ。カメラシャイになっちゃってさ。あのさ、今走ってきたところ3キロあると思ったの。こう行って戻ってくるって感じ。3キロ全部であると思ってたんだけどさ、そのアプリ、使ってるアプリで見たら 2.47 とかだった。 2.47 とかだったね。惜しいね。まあいいや。そう、みんな聞いて、私最近毎日走ってるんだって。あのね、毎日だけじゃなくて収録、結構1ヶ月ぐらい続いてんだよ、これが。いい感じじゃない？いい感じじゃない？それでさ、夕方に、こう、30分とか、40分とか、25分ぐらいの、こう、重りを持ってさ、ウェイトを持ってやるワークアウトをやってるんだけど、あれは、週3、4ぐらいかな。で、できる時にやってるっていう感じなんだけど、で、朝もさ、走れない時は、普段走る距離を歩いたりとかして、とりあえずね、毎日てかこうできるだけ定期的に動くようにしてるの。もう夏来るからさ。夏来るし、あのね、私さ、もうずっとビデオやってるからさ、見てくれてる人分かると思うんだけど、太ったり痩せたり妊娠したりで、太ったりで、ちょっと痩せたらまた太ってみたいなのをこうずーっと繰り返してるの、私。で、まず私が20代の時に思ってたのは、30代になったら勝手に痩せると思ってたわけで、その理由がなんかこうやっつれるみたいな感じで思ってたわけ。勝手に30代になるとこういろんなね感じでさ、生活のあれとかさ、わかんないけど、なんかやつれてくんだろうなと思ったわけ。ポジティブな感じだよね。でさ、全然痩せないじゃん。で、やっぱり20代の時にとか10代の時にちょっとやって痩せたことが、30代になって同じことやってもまあびっくりでもしないよね。もうさ、代謝が落ちてるんだよね、その昔と比べて。じゃん、老化もしてるじゃん。だからさ、全然びっくりともしなくって、だからさ、ちょっと頑張ってわあ、びっくりともしねえじゃんみたいな、だからそうなのずっと繰り返したのね。で、なおかつこのあのなんだっけ、子供を産んでさ、全3人とも母乳で育ってたんだけど、もうさ、一番初めの子妊娠した時なんて散々もう耳に、もう母乳あげたら痩せるから、母乳あげたら痩せるからってずっと聞いてたわけ。ずっとそういう風に聞いてたの。だから、別に妊娠して
出産した後でも母乳をあげてればげっそりになるとか聞いてたからさ、ね、吸い取られちゃってげっそりみたいな、いやめっちゃ痩せるみたいな、食べても食べても痩せる、太らないみたいな、母乳あげてるのって聞いてたわけ。ね、誰が言ったのそんなこと。ね、誰が言ったのそんなこと、マジで。私にそれを言った人たち嘘つき。嘘つきだろ、おい。嘘つきだろ。痩せなかったよ。あ、その分食ってたからか。痩せなかったよ、母乳。3人とも全員母乳で育ててたのにさ、3人とも1年以上は痩げてたっていうのにさ、どういうことよ。全然痩せなかったよじゃん。で、私今36歳、36だよね、36だよね。私36歳だけど、今今年37のになるので、36歳だけどさ、何、なんかこの今までこう何、妊娠したり、ね、太ったり痩せたりで、あとちょっとワークアウト頑張る時期があって、ちょっと痩せたりとかさ、なんかそのこう体の変化がこう何回も今まであって、でなんかもうその今までやったダイエットとかの時間と努力、こうあのやってきたね、今までやってきたのあるじゃん、あれとかを考えた時に、もうこの先するダイエットは絶対に無駄にしたくないと思ったっけ。絶対無駄にしたくないと思ったし、こう可愛いと思って買った服とかあるんだよね、なんだけどさ、なんかサイズが入んないとかなの。でそういうのとかも、まあサイズがその痩せた時に着ようとかって思って取っていてるんだけどね、それもさ、いつになったらみたいな感じだから、もう時間を無駄にするのやめたと思って、もっとスマートに行こうと思って、でまずエディケーションを始めたんだけど、まあそれも全部今までやってた風にやったよ、今までダイエットしてた時みたいな感じで、まあ何、食べ物を学びっていうか、ね、まあ、どういうものを食べたらいいのか、どういう食生活をした方がいいのかとかさ、であと運動系もそうだし、まあ基本食べ物だよね。で、なんかそういうのをやってたりとかして、このまず私が思ったのは、ダイエットっていうのはなんかその時突発的に思ってやって成功するものではなくって、本当にね、この神経のこのね、頭のところから切り替えない限り絶対に繰り返すわけ。そうっていうのが私今までだったから、今も全然さ、パッと見変わってないかもしれないけど、だけど体脂肪は変わってきてて、だからさ、もう本当に劇的な変化を短期間でも求めるのはもうよして、もう徐々にもうそういう年齢の体質もあるし、ボーンって痩せる、ほら若い時そんな感じあったじゃんか、ボーンって痩せたりとかできたじゃん。だけど多分今そういう感じでやったところで多分跳ね返りがすごいんだし、あと辛い、体力的にも肉体的にも多分それは辛いから、もうちょっと持続できる感じでっていう風な方向で考えてってさ、ちょっとマインドをこうセットし始めて、そうだから、とりあえずそんな感じで今生活してるんだ。はい、そう、最近動いてますよっていうのを言いたいんだし、で私が最近ずっとここビデオ回してなかったのかね、なんか大学の今さ、学期シメスターって言うんだけど、それがこう終わりになりかけててきてて、なりかけててきてて、終わりに近づいてきてて、でそうするとさ、すごいこの今まで習ってきたもののテストが結構頻繁にあるわけで、まあそれはもうそのクラスが始まった時から2週間おきとかにテストはあったりとかしてないけど、今毎週みたいな感じでテストがあって、それでさ、なんかインスタグラムのストーリーにも載せたんだけど、なんかもうもうなんつうのかな、常に振りかかってくるみたいな、なんかはいミニボス来ました、ティンティンティティンティン、まず倒すじゃん、
で、おっしゃーと思ったら、またミニボスが後ろで待ってるみたいな。で、また来るわけ。だから、もうとりあえずもうどうにか頑張って倒した、やったって見た時に、また違うのが待ってるみたいな。で、ファイナルに今近づいてってるんだけど、とりあえず、そんな感じでさ、ずっとなんか、まあ、勉強してたんだよね。そう、それで全然最近ビデオ上げてなかったんだけど、今、その、そうそう、プロジェクトあるから、それを今週末までに作らなきゃいけないんだよねっていうのが今頭の中にあって、なんだよ、そう。そういう感じの私は最近でございましたよ。皆さん元気でしたか？最近何してんの？何食べてる？何してる？精神的にどんな感じ？辛い？楽しい？どんな感じ？どんな感じ？みんないろいろあるよね。聞いてよ、最近私早起きになったわけ。早起きになったって言っても、今までは日本に住み始めて子供たちが学校に行き始めたりとかしてからは6時に起きてたのね、毎朝6時なんだけど、最近は5時に起きて、で散歩に行こうと思ってたわけ。5時に起きて3キロ散歩っていうのを考えてたのね。でだけど、もうそのなんかさ、5時、なんか何回かやったんだけど、やっぱり5時の壁がめっちゃ熱くて、で、5時半だと結構むくっと起きて、ちょっとこう余裕のある朝、ね。5時半で起きた瞬間にもう猫が待ってんだけど、だから猫にすっげー催促されるんだけど、5時半に食べ始めちゃうとさ、早すぎるんだよね、猫が朝ごはん食べるんで5時半は。だから、まあ、6時ぐらいまで待ってみたいな感じで、その間なんか洗濯物をやったりとか、なんかね、ちょっとこう余裕を持って見渡せれる、5時半に起きると。だから最近ね、5時半に起きて、で、びっくりしたことがね、なんか今までずっとまあ特にハワイに住んでた時とか、なんかこうお母さんってやらなきゃいけないことがいっぱいあってさ、で、どこでこうやらなきゃいけないことの時間を見つけようかなって思った時に、朝かなって思うわけ。で、ちょっと前はさ、その、なんか5時 5am モーニングルーティーンとかさ、なんかね、朝5時に起きるモーニングルーティーンとか、4時に起きるモーニングルーティーンとか、そういうビデオがわーって出回った時期があって、で、なんか結構みんな、そんな時早く起きてねえだろうみたいな、ビデオ用だろうみたいな感じで言ってる人も多かったんだけど、ああいう感じで朝起きてやらなきゃいけないことをやるっていう風にハワイに住んでた時にちょっとやってみたら、もうさ、朝の10時とか11時ぐらいになると眠たくなってくるわけで、なんかそういう感じで、なんかどうしてもこう朝早起きして時間を設けるっていうのはすごい苦手だったのね。で、今はさ、なんか多分そのマインドをちょっとこうね、前と比べて変わってきてて、なんか5時半に起きてもそういう症状にはならなくって、それこそなんか5時半にバッて起きてさ、ちょっと見渡したりとかしてみて、なんかちょっと喉痛いな朝とかさ、なんかね、そんな感じだったら朝は風呂入ったりとかするわけ。お湯に浸かるとか、15分ぐらいお湯に浸かるとか、それかちょっと余裕があれば本当に 1.5 キロぐらい歩きに行ったりとか、あとはなんかそれこそ掃除始めたりとかさ、なんかそんな感じでやっててもね、全然その朝5時半に起きたからって眠いっていうことが全然起きなくてさ、そうで、なんかこう一日やらなきゃいけないことを朝あげるんだけど、でそれをこうさ、フォローしてってさ、こうクリアしていく感じでやってってって最近やってる。そう、ちょっとね、マインドが変わってきたっていう感じかな。まあ、話まとまってないんだけど、そう、最近早起きしてるよっていうことを言いたかったんです。はい、じゃあ朝ごはんを食べれば、私はね、相変わらず水はいっぱい飲んでるよ。お水は大事よね。はい、朝ごはんはご飯食べ、お米食べます。絶対お米食べるじゃん。で、ここにこれ、ね、焼き魚なんだけど、ここに味噌汁、ここに味噌汁があります。私がよく食うとるサラダ、パッケージのこうやって見せてね、これはきゅうりのなんか浅漬けみたいなやつかな。味噌汁ってスーパーフードだよな。味噌汁スーパーフードすぎん。
勝てないよな。誰も勝てないよね。そう、聞いて、この間ね、友達とそのテストがすごい忙しいっていう時期だったのに、とりあえずその全部課題とかこなして、友達と二人友達、高校のお友達と二人とママなんだけど、あれ行ってきた。熱海旅行行っていたの。超楽しかったね。ほんで、私が分かっちゃったことは、お母さんたちだけで旅行とか行けちゃうんだっていうことを知っちゃった。今まで、でもね、多分、その自分の子供が今そういう年齢にもう差し掛かってきたから、差し掛かってきた、なんか一番下はさ5歳とかにもなるし、そのぐらいになるとね、あんまり結構お母さんが絶対にいなくてもみたいな感じになるじゃない。しかもさ、このすごい楽しい時期を過ごした友達と行くわけじゃんか。楽しくないわけないじゃん。まあ、相当私怒られてたけど。あ、怒られまくってたマジで。今日の朝ごはんです。鮭とね、映えなくてごめんな。なんか全然映えてなくない？鮭とこれとか、これ朝さ、鮭おにぎり子供たちに作ったやつ、これ一つ残ったから、それじゃん。結局残りも食べんねんね。で、これいつも作ってるサラダよ。おすすめだよ。簡単だからね。で、子供食べるん、これ。ね、コーンと枝豆とひよこ豆が入ってます。これはね、こんにゃくと厚揚げ豆腐の煮物じゃん。これも残り物なんだけど。お米、味噌汁。で、これは漬物。これも朝出したのに、子供たちがあんまり手つけなかったから、まあ、とりあえず私のプレートに。ありますが、はい、そんな感じでいただきます。ね、喉痛いんだよね。なんか子供からもらっちゃって喉痛いのよね。ね、そのさ、ちょっと流れで話したけど、その女子旅行っていうかママ旅行は、行こうと思えば行けちゃって、私の友達の子供は私の子供よりも全然まだ年齢低いんだけど来れちゃって、ね、やっぱりね、大事なのはこの参加者みんなが行きたいって思うことと、ね、この気持ちが一致することと、その気持ちが一致すると、今度じゃあどういうふうに行けるかっていう風に考えた時に、やっぱり家族みんな持ってるってなるとさ、家族を巻き込むことになるじゃない？お母さんがボンっていなくなるっていうのは。だから、なんかそこでこう上手にこの家族も巻き込んで、これを成功させるみたいな感じになってくんだけど、そう、それでどうにか、企画結構長い間して、まあ、思って、こう旅行、思い立ってすぐ旅行行こうっていうふうには絶対できない感じよね。どっちかっていうと、もう結構半年ぐらい前から、もうみんなに行くんだからね、マミーは旅行に行くからねっていうことをちらほら言っといて、でその月とかそのね、日にちが近くなってきたにつれて、行くんだからこうやってねとかこうしてねとかさ、なんかそういうふうにこう言っててみたいな。でもね、私が帰ってきた時はちょっと心配だったけど、全然旦那はなんかもう余裕だったよみたいな感じだったから、また行けちゃうじゃんみたいな風に思っちゃったよね。また行けちゃうじゃん私たちみたいな。で、なんか友達と旅行先で旅行楽しみながらさ、喋った時に、ね、また絶対このこういった感じの旅行に来れる作戦を私は今考えたとか言って、私がね、で、それは家に帰った瞬間から1週間ぐらいめちゃくちゃ
優しくって、もう神様みたいな存在になる家の中でみたいな普段もそれであってほしいんだけど、でその1週間帰ってきた時からその神様でいることによって、またその神様に会いたいから、家族はだから旅行行ってきていいよってなるはずだとか言って、そういう作戦までねって帰ってきたけど、結構さ旦那げっそりじゃなくって、余裕だったよみたいな、全然マネージできたよみたいな感じだったからさ、あら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 、 OK、 よかったよかったよかったーって思ってそう、そんな感じでしたごちそうさまでした。あれが届いた、生活クラブが届いた。なんか初めね、生活クラブのデリバリーのお兄ちゃんが来るたびで私笑かしてたんだけど、そのお兄ちゃんのこと最近全然笑わせてないから、おいちゃん何が入ってるか見ますか。よし、そう、このさ食べ物のデリバリーが週1であるから、そのデリバリーがある日はちょっと朝スローなんよねっていうのも、家にいないといけないから、そうスローになっちゃうんだよね。じゃあこれ紹介していこうかと思います。モナカアイスふんわり黒糖味、これは毎回買う。私は正直食べたことなくって、子供エディソンも食べれないんだけどさ、そうだね、子供もが食べるから、子供が食べるから毎回これは買ってる。あ、筋子だって、筋子も出したか、いいね。このさ筋子もさ見てや、後ろこれ、この酒卵、ごめん、なんて呼ぶの、これさ2つしか入ってないでしょ原材料。原材料2つで、筋子作るのに原材料2つでいいさ。あのスーパーに売ってるの見てみ、赤いの入ってるから、着色料入ってるからね、あと保存料とかさ、やっぱ安心ですね。あとこれは鮭、さっき食べてた鮭だよ、さっき食べてた鮭、同じやつ。ウインナーソーセージ、これはちょっと初めて買ってみたやつ。そうでね、この後ろにもこの入ってるのが書いてあるんだけど、ね、なんか それもさっきと同じ、なんかスーパーで売ってるのと見比べると、やっぱりスーパーで売ってるのはさ、その長い間悪くならないようにっていうのもが入ってるじゃない。であとはちょっとこう見た目を良くするように入れを入れてみたりとか、厚みが出るようにちょっとこう膨張するのを入れるとか、分からんけどさ、なんかいろいろ入ってるんだね。これはシューマイの冷凍のシューマイ、なんで買ったと思う。普段私こういうなんつうの、レンジでチン系はあんまり好きじゃないんだけど、なんで買ったかというと、せいろがあるじゃん、で、お弁当にちょうどいいんだよね。あんぐらいのサイズってさ、お弁当作ってる時に、あ、ここを埋めるのみたいなさあるじゃん、って言った時にちょうどいくって、サイズがだし、なんていうの、安心、私はここから買うやつ安心して食べれると思ってるから。物によるけどね、それこそエディソンアレルギーあったりとかするから結構選ばなきゃいけないんだけど、そう、結構安心して買ってるんで、くるみパンです。くるみロールだそうです。くるみロール、あのね、多分みんな多分何回も聞いてると思うんだけど、キャメロンがすごい花粉症持ってて、なんかひどい時なんて目真っ赤にして、こう、もうここの皮膚とかも真っ赤、ここら辺が全部こうかいちゃって、かでかいってこととかもあったのなんだけど、グルテンをカットして
ていう生活をして、たまに食べるよ、食べるもちろん食べるし、学校とかでも食べてるんだけど、たまに食べるっていうだけでも、家にあるのはなるべくもう本当にお米がベースでっていう生活をしてたら、そんな風に帰ってくることはなくなって、で彼はマスクして学校行ってるんだけど、やっぱりマスクするだけでもうほらここダイレクトに入ってこないじゃん花粉が。だからね、いいみたいでね、マスクすれば大丈夫っていう感じになって、一時期はメガネもつけてたんだけど、あの花粉のメガネあるじゃんか、もうピターってさ顔の周りにくっついてくれるやつ、あれもしてたけど、なんかもう全然大丈夫みたいな感じになって、まあマスクだけで大丈夫みたいなさ感じになったから、あーこれはグルテンなのかなーなんて思ったりしてます。はい、てな感じでグルテンフリーの生活をずっとしてたんだけど、なんかね、時によってやっぱり旦那がさ、あのサンドイッチ会社に持ってきたりとか言ってるからさ、まあ、パン買ったのさっきね、ということです。はい、これもたこ焼き、なんで買ったの、私が食べたいから、私が食べたくなったの、たこ焼きめっちゃ食べたいじゃん、たまに、だからたこ焼き、たまにものすごくたこ焼き食べたくなっちゃう、なんか買いに走ってったりとかするんだけど、なんか家にあってほしいみたいな、そういう時、そういう時家にあってほしいと思うから、あの生活クラブにあったから買ってみた。これ焼き鳥セット、これめっちゃうまい、めっちゃうまいけど、これは塩じゃなくてタレのやつ初めてだったね。でもめっちゃうまいプロテイン、冷凍の ももミンチです。鶏ももと、あとこれはささみだって、プロテインマジでスペースね、よし、したら次だよ。このね系のチップスは毎回買うんだけど、めっちゃうまいので、保存料とか入ってなくって、うまい、とりあえずうまいから毎回買ってます。これは2箱、これ4つバッグ入ってて2箱買った。スイカ、小さいスイカ、ネギ、きね豆腐と卵、平飼いの卵です。塩麹、塩麹前はね、お肉系とか魚系はね、福神漬け、これはいちごなんだけど、いちごめっちゃ買ってんね。これは5つだね、5パックのいちご、ちなみにとちおとめ、とちあいからしいですあとこれトマトじゃん、いちごはね、これが5個ね。でこれはトマトで、お、いいですね、うう、めっちゃフレッシュやん。人参、人参はねアレルギーにいいらしいぞ、人参食っとくといいらしいぞ。でもさ、チャイナのさ、ほらなんかあるじゃん、うーん、昔のさチャイナ、なんかさ漢方とかでもさ、なんとか人参とか言うじゃない、やっぱ人参ってすごくいいらしいね体に。あとこれがなめこ、きゅうり、これは富士アップルです。これはほうれん草が、1,2,3,4,4つ、見て、有機リノを、待って私こんなオーダーしたっけみたいな顔してる。そう、これね、なんでこんな方かっていうと、あの夜さプロテインシェイクをディナーぐらいな感じで食べてるの、飲んでるのっていうのも、私がフォローしてるのは朝もう王様みたいに食べるなんか朝ごはん量多いじゃない、王様みたいに食べる。でお昼はクイーンみたいに食べる
まあその王様よりちょっと少なめで、夜は動くことがもう少ないじゃん、寝るだけだから。だからやっぱり消費できないから、夜わっていっぱいの量を食べちゃうともう良くないんだって、消化できないから。だから夜は一番少なめがいいみたいで、で最近はその夕方にワークアウトできる、もう家でやってるんだけど、夕方にワークアウトすることが増えたから、あのリビングルームでだから、それやった後、プロテインシェイクになんかフローズンバナナと、あとなんかキュウリとか、あとこういう、そう入れようと思う、入れて作ってるんだけど、それ用に買ったんね。小松菜だよね。いや小松菜でしょ。あとこれは、あーこのじゃがいも小さい、じゃがいもとぶなしめじ、きのこは大事みたいですよ皆さん。あとこのね白だしはかなり使いやすくって、私は結構あの好きです。なんかきゅうり切って塩もみしてみたいな、でこれちょっとつけとくとかで、あとなんかなんだっけ、あの セサミオイル、なんていう名前だっけね、ごま、あごま油だ、ごま油ちょっと入れてとか言って、そううまいとか、まあ、これ調理酒じゃん。これはねエディソンが使ってる歯磨き粉なんだけど、なんか中に入ってるのとかもよくって、あのね1個は下の部屋にあるんだけど、夜歯磨くとき2階でやることが多くてさ、そうさ行ったり来たりがめんどくさいから、まあそれでエクストラを買ったんだよね。だけどそう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 、でこれは黒豆、これはねちょびっとだけご飯に混ぜて炊いたりすると、なんか赤くなりすぎないんだけど、あのまあいい感じになるから、それで、あとこれはね初めて買ってみた梅干し、赤しそ漬けだからうまいのはずよね。なんかじいちゃんちとばあちゃんちのやつやんこれ、じいちゃんとばあちゃんが作るやつやん、見た目はね、味は分からんけど、そう梅と、しそと、あと食塩のみです。素晴らしい、いいね、真っ赤だったね。あそんなもんか、はいそんなもんです。でさ、こういうの入ってくるのね、いっぱいいっぱいプラスチックバッグで帰ってくるんだけど、これ全部さ回収してくれるの、見たんだけど名前の書いてあるステッカーがあるくっついてくるわけね。こう上手にきれいに取ればリサイクルできるんだって。だから毎回次食べ物を来週このまたデリバリーがあるじゃん、その時にこのこういう箱とかを回収してくれるんだけど、その時に一緒にこのバッグも持ってってもらってる。サステイナブルでいいよね、めっちゃこういうところは応援したいですよね、こういう会社を応援したい。全部これは持ってってもらう。で、なんか卵の入れ物とかそういうのもその時回収してくれるし、こういうのの瓶も終わったら回収してくれるの、いいよね、サステイナブルでね。 OK、 じゃあとりあえず私は準備しなきゃいけないから、よしとりあえずじゃあ準備しよう今日一日の。あっつ、長袖なんて着てこなきゃよかったのと、あったかいコーヒーが飲みたいわ。
にちは、ご注文どうぞ。あ、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こちらです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。よいしょ。よいしょ。ハロー皆さん私はライブラリーにいてね、そう、あのプロジェクトのやつをやってたんだけどさ、なんかこの咳のさ延長線上でどうしてもあのなんか喘息の持ち前の喘息がわーって出てきちゃって、咳が止まんなくなって、とりあえず終わらせて、あのあそこはとりあえず終わらせて、ちょっとその場を離れて旦那に連絡してちょっと一緒にお昼を食べるかっていう話になって、今車で待ってるんだけど着いた。えいよ、Yokosuka is the best place to be, like as far as base. Yeah, I know. The air and the smell. I'm about to start looking. And like it's justPeople look like, ha, walking, you know, like when they walk, they were like, ha. Hey, I lost 1.5% of body fat. Slowly but surely. How much kilo? Huh? Shush. Yeah, you are. I cut snacking at night too.So that helps me. This is mine. That looks good. I cut snacking at night time, so that helps me a lot. Night time snack is really dangerous. So what I have to do is just read a book. Read a book, read a book, read a book, read a book. Yeah. That's only I have to worry about this week, so. Not much, I don't need much of library this week. All I can is just kind of read. Yeah. Then you can use Google documents to write kind of things. Right.
よし。ですね、私は今日ね、夜ヨガのクラスがあって、それに参加したいなと思ってて、でこれ別に月額とかで払ってるわけじゃなくて、その行くために払うやつだから、もしかして別に行けなかったりした場合は別に参加しなくてもいいんだけど、今日そのヨガのレッスンがある日で、前一回出てたんだけどすごい良かったのね。私はさ、昔パワーヨガをやってたことがあって、パワーヨガって他のヨガに比べてすごくテンポが速くって、こう一つ一つのポーズを、ヨガってさ呼吸しながらやるんだけど、その一つ一つのポーズがワン呼吸なわけで、それのペースで、やるやつだったから、まあすごいそれが好きで、でなんかそんな感じのあるかなみたいな、まあ同じじゃなくてもいいんだけど、なんかすごくスローでベーシックなことだけをするヨガではなくって、なんかちょっとアドバンスな感じのやつやりたいなと思ってて、で前回そのクラス行ったらさ、すごい良かったのね。なんか今までやったことないこととかすごいやったから、すごい楽しくって良かったから、そう今日行きたいのよ。でもディナーは今日なんかね、いろんなここ数日作ったやつをすごい食べ残しとか、なんかいっぱい作って全部食べてないとかさ、そういうの結構残ってるから、もう今日はそれを家族には食べてもらう感じにして、そうで私はヨガから帰ってきたらプロテインシェイク飲めばいいわけじゃん。なんかこういう感じの一日だとものすごく洗う服が増えるんだよね。でこういう生地はなんか引っかかるとすぐなんかチュチュルって出てくるから、ネットにちゃんと入れないといけないし、気をつけないとなんだよね。普通のさ、普通の体勢姿勢ってまあこうなんだよね、こうじゃん。だけど私って反り腰で、このさ、普段でも常にこう胸がこう上がっちゃってる状態なわけで、ここが縮まってる感じで、この後ろの背中の部分がこう分かる、ここ縮まってる感じなので、そうなると何が起きるかっていうと、この太ももがめっちゃパーンって張って前に出るわけね。でそれがものすごく嫌で、まあヨガはそれを直してくれるのもあるんだけど、やっぱりこの普段こうなってるのをちょっとこう抑えて、なんかそのお友達にさ、ずっとダンスやってるお友達がいるんだけど、彼女が教えてくれたのは、まあこれがもう癖っていうか、これが普通になっちゃってるから、ちょっと自分姿勢悪いなぐらいで止めてるのが正常の位置らしくって、だからこうなんだよね、ちょっと猫背かなみたいな、こんぐらいじゃん、いつもこうだから、こんぐらいなんだよね。だからこんぐらいに留めて生活してかんと、もう反り腰になるし、なってる人いる？やだよね。もうさ、癖になっちゃってるっていうか、もう体が、だからそれを治すように日々気をつけていかないと。あとヨガやってちょっとこう直していくというかね。質問です。誰か喘息を自然に治す治療法があるの知っている方がいればぜひ教えてくださいね。この発作がさ、すごく出ちゃった時はやっぱりスプレーみたいなのあるんだけど、それで直さなきゃいけないんだけどさ、ステロイドとかなんだよね。だからあんま使いたくないじゃんか。だからさ、どうしたらいいのかなと思って、私大人になってからね、喘息のこの症状が出たね。子供の時にはなくって、なんか大人になって風邪ひいてちょっとほっといてたら症状が悪くなっちゃって、もうそこからなんかこう
しぶとく、なんていうのね、なんか風邪とかさ、咳とか、なんかそういう、あとまあ花粉とかじゃないかな、で時期になるとしぶとくこう、あっ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 って、なんかこの首の猫、ああ何ネック、ごめん、首、この首のさ内側がこう縛まっていく感じがするわけ、こうでくっついてるんじゃないかなみたいな感じになるの。だからそれを咳してあっあっあっつって、なんかどうにかこう楽になろうとするんだけどさ、ないかな、自然療法はないと思うんだけど、なんかそうならないためにやることなんだよね多分ね。だからなんか保湿するとか、もちろんそれはそうじゃん、保湿するはもちろんそうで、なんかね水分補給とか、でもそれ以外にさなんかないのかなとか思ったり、なんかその喘息に詳しい人いたらぜひ教えてほしいわ。
in your apartment anywhere meaningful for you. What the?終わった、超すっきりするマジ最高、あのヨガマジ最高、うん最高だわ、おー feels good、 やばいね、ちょっとあれは毎週来たよ本当に、はあ、超良かったわ、これでぐっすり寝れるわ、こんな動きしたらさ、そりゃ熟睡できるよね、うん、エリソン・フローレス絶対夜中起きないでくれ、トイレ行きたいとか言って起こさないでくれ、あーめっちゃ良かった本当に、砂糖入ってる、あ、砂糖入ってるやつやん、砂糖入ってるやつやん、これ No、 甘、やだやだよ、はい、ということで砂糖が入ってました、砂糖なしで飲みたかったらあ、今日の、ビログ見ていただいてありがとうございました、また次のビデオで会いましょうこの切り方ピース、 Thank you, bye